アメリカにおけるクックロビンの歌の絵本の表紙。クックロビンあるいはコックロビンとは、イギリスを中心とした英語圏の同様であるマザーグースの一辺である。現代は、フーキルド・コックロビンといい、日本語訳として、コマドリのお葬式や、誰がコマドリ殺したのなどと呼ばれることもある。コマドリの死から早々までを語る内容で、マザーグースとしては、 比較的長大な14連で構成される作品である。ロビン、つまりヨーロッパコマドリはイギリスの国鳥を灯される馴染み深い野鳥であり、様々な伝承に登場する。起源の一説に挙げられるウィリアム2世の詩。クック・ロビンはヨーロッパコマドリのことで、その胸が赤いことからかつてはロビンレッドブレストと呼ばれており、それが略されてロビンと呼ばれるようになった。 コマドリは、オスもメスもよく似た色であることから、昔はすべて、オスとみなされていたため、コックロビンと呼ばれ、ヘンロビンと呼ばれることはない。作詞者、成立年代、起源などについては半然としない部分が多い。現在残る半本のうち、このクックロビンが記載された、最も古いものは、1744年に、刊行されたトミー・サムの可愛いい歌の本である。ただし、 この時点では4連で構成されておりさほど長い歌ではなかった。14連を備えた現在の形の歌詞が掲載された版本は1770年に初めて刊行された。上記の通り、この詩の記録は18世紀に初めて登場するが、その成立年代はより古い可能性がある。各々の,の,の村寺の第二区と第三区では必ず応援が使われているが、第五連の アウルとショベルのみ、現代の発音では、応印とならない。だが、14世紀から15世紀頃の発音であれば、応印が成立するというのが、その傍傷である。また、この詩の内容は、イギリスの詩人ジョン・スケルトンが1508年頃に発表した作品、フィリップ・スパロにも告示している。この詩の起源についてはいくつかの説が存在する。 代表的なものを下記に列挙する。現代文化において、クックロビンの詩というモチーフは、文学、音楽、映画などに幅広く取り入れられ、その数は、枚挙に暇がない。小説殺人をテーマとした詩のために、ミステリー小説、探偵小説の題材とされる場合が多い。以下に比較的古い例を挙げる。風刺イギリスではよく知られた歌のため、替え歌にして、 風刺に用いられる場合がある。以下は、25歳で養成した詩人ジョン・キーツを死後に、国評した、批評詩に対し、ジー・ジー・バイロンがキーツを擁護するために歌ったものである。風キル・ディ・ジョン・キーツ、愛せずザクオータリー、ソサベージ・アンド・とターリー、トイ・ス・ワン・オブ・マイ・フィッツ。誰が、ジョン・キーツを殺したか、それは俺さと嘘ぶくは、野蛮千万、クオータリーし、 俺のお手紙を思い知れ映像、音楽、マザー、グースの役者、北原白秋日本で初めてこの詩を役出したのは、北原白秋で、1921年、マザー・グースの他の作品と共に、マザー、グースとして出版されている。以来、竹友創夫、平野慶一、谷川俊太郎、寺山修司、藤野則夫など、数多くの詩人、英文学者により、 日本語訳がなされている。文学作品への引用の古い例としては、1910年発表の竹久夢二の童話少年と春に一部ではあるが訳史が挟まれている。これは北原白秋による本格的な訳史よりも古い。近年の引用例では、東野慶吾の白馬三宗殺人事件の中で、この詩の最初の一節が冒頭に掲げられ、 ラストでも登場人物にこの一節が読まれている。近年では漫画作品での引用も見られる。例えば、作中でマザーグースの歌詞が随所に引用される、ハギオ元のーの一族中の一編、コトリノスはこの詩を下敷きとした作品である。また、ヨル・ミネオのパタリロ。作中にもクックロビンウンドなる踊りが登場する。同様に、 境内新人のテニス漫画、フィフティーン・ラブの中で、主人公のライバルの一人、ロビン・ザンダーが時々、クック・ロビンと呼ばれている。アニメ、うるせえやつら第98話、そして誰もいなくなったっちゃも、アガサクリスティの、そして誰もいなくなったを下敷きにしつつ、この詩をモチーフにした作品であり、劇中にて、温泉マークのセリフとして主が引用されている。ありがとうございます。